そうなんですよ、これ。これ何かというと、iTunes カードですね。これあれなんですよ。Apple Music とか使ってたのがね、切れちゃったので、ちょっと買ってきました。これ入れますか。よっ。これあれですよね、なんか、すごいなんか、めくりやすくなったんですよね、これ。あ、もうこれ、使ってありますからね、載せてるときには。ほら、なんか、前まではなんか、コインで削るタイプだったんですけど、こんな感じで。でも、あと一回やったら粘着がなくなるみたいな、不思議なやつになってます。お座り。やんちゃ坊主になってる。エビ食いましたよね、お母さんの。食われたの？ん？これ持ってたからガブッ。痛くないから大丈夫。散歩行きたいけどね、ダメって言われるから行けないね。これで終わりね、あと2個で終わりだよ。はい、おしまい。あとでね、ないよ、あと終わり。じゃあね。最近来すぎですけど、今日は祖母を連れてくるってことで来ました。あれ、ドンキになってから初めてだよね。初めて来た。ああ、アピタ、俺はもう結構来てるよ。7、8回来てる。こんなに。アピタの時は結構来てたんだもんね。アピタの時、赤ちゃんの時から来てたから ね。あそこでそうだよ、ね、ボールの遊び2階にあったよね、それはね。分かんなくなるから。ここね、ここ。ああ、俺覚えてるから大丈夫。近くてよかったね。うん。やつもあるの？あるよ。真ん中の方が、1階の真ん中の方がドンキになって、うん、2階の真ん中の方がちょっと変わったって感じ。周りは大体同じ。多分 ATM そこだと思う。これ面白かったでしょ？うん。あ、そこだと思う。
私もこれがあったらこれでクルーズご飯食べに行きましょう。お好み焼きにするの？お好み焼きでもいい？他に何ある？お好み焼きでいい、うん、オッケー。他のでもいいけど、呼ばれました。80番、はい、はい、お酒こちらノーマルです。ノーマル。今日の昼飯は、なんだっけ、ビビンバ。石焼き海鮮ビビンバです。こんな感じ。あとポテト。ここのポテト美味しいね、なんか案外。このなんていうの？マックのやつとかと違ってなんか揚げてある感があって。こんな感じです。こっちは普通の石焼きビビンバなんですけど。あ、二人ともそう？こっちは海鮮ビビンバ。このエビとか。このなんだ、海鮮系のやつが乗ってるのが海鮮ビビンバですね。めっちゃ美味しそうです。こんな感じで混ぜて食べる感じですね。つい掴みそうになる。ちょっとじゃあ混ぜてみます。これソース入れた方がいい。普通にこうやって混ぜればいいの？うん、これ入れて。なんか初めて食べるかも。これ入れて混ぜる。辛いんですか？うん、これ入れるみたいです。焦げた方が美味しいから、牛牛それにすんだ。うんこマークだね。はい、じゃあ今回もタリーズで。いろんなの触ったからちょっと。あ、そうだね。消毒して。いいな、欲しいな。はい、はい、どうもありがとう。あら。ごめん。はい。そうだけど。そうか。それね、あの上だけじゃなくて。多分奥から熱いの出てくると思うから。出てきた？うん、その下から多分出てくると思うから。うん、なんかバター感がすごくあって美味しいのかな。わかる？バター感がある。これがタリーズレーズンサンド。レーズンサンド大好きなんだよな。今度こう半分こする？いや、いいよ。俺もうバームクーヘンの気分だから。レーズンスプーンも食べられるんだ。じゃあお父さんで食べるの？うん、パンに入ってるの食べられないですから。そう、お父さんで食べたの、うん、私もパンに入ってるレーズンは甘すぎちゃう。あ、そうなの？パンにレーズン入れないでって感じ。美味しい。うん、これにあのセブンのあのでっかいやつ売ってるの好きなんだよな。あれより美味しいかも。確かに、まあそりゃそうでしょ。うまそう。このぐらいちょうだいね。え？あれなんかチーズっぽい感じじゃないこれ？そう？うん、なんかあ、チーズじゃないこれ？あのバタークリームと、いや、チーズの味はしない。あ、本当に？これバタークリームが入ってるねこれね。うん、美味しい。なるの？うん、ダメで買おうかなと思って。うん、買わせん。だね。安いし。うん、行きます。すごい買ってしまった。いや、やっぱ重すぎです。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとう、ね。あ、持つか？持つ。おお、静電気。静電気が。あんた、電気持ってるわ。お座り、お座り。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 最近よ。どうだい？予算、大丈夫？寒いしな、かわいそうに。犬は大丈夫だ。ねえ、お座りしないの？やばい。エアコンの効いた部屋にいる動物もいるのに。しばきは大丈夫だべ。なあ、散歩に行ってやりたいな。皆さん。上場。ゆっくりダメな、柔らかいで、これで終わりね、これ終わり、終わり、はい、美味しかったじゃあね、終わりだよ、バイ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 。いや、買ってきちゃいました、めっちゃ重かったです。今ちょっとこれ考えてたことがあってこの前このハンガーラック作ったじゃないですか。で、ここをトレーニングゾーンにしたいですよね。これ置くのと、なんか運動できる場所にここしたくて、ここはこの椅子の可動範囲なんで無理なんですけど、ここをちょっとトレーニングゾーンにしたくて、この今このカラーボックスとハンガーラックを置いてあるとこ。なので、このハンガーラックを、まあ、これは机の下とかに出るとして、これをまたそのベッドの後ろが、あ、またって、これはやったことないけど、このハンガーラックをベッドの後ろに置きたいんですよね、あの足元に。そのために、ちょっと、ここの幅足りないから、この、ベッドのヘッドの部分をこっち側に置いて、もう少しベッドをこっち側ずらして、ここの、ちょっと息切れひどいけど、ここに、置こうと思いますね、はい。で、まぁ、ちょっと寸法測ってみたら、そのヘッドの幅が10センチだったんですよ。ここが10センチだったんですよ。で、ここの下、台座にこの白い板使ってるんですけど、これとこのベッドのここまでの飛び出てる部分がだいたい7、8センチだったんですよ。だからギリ入ります。このヘッドを、このベッドのヘッドをこっち側に、やれば、これ入れられることができます。そうするとここ開くので、どうしよう、今日やるか明日やるか迷いどころですけど、まあ、やれるときやります。それはちょっと昨日バタバタしてて、ちょっと Vlog の編集忘れてたんで、てかもう4時なんですけど、ちょっと一応やります。あれ、今ちょっと急いでね、一昨日の Vlog 編集しようと思ったんですけど、これ素材がなくて、今、このスマホの中も確認してみたんですけど、なかったんですよね。その月曜日のやつが。で、記憶だとおそらく、午前中少し学校に行って、で、昼帰ってきて、もうなんか昼飯食ってグダグダしてて、7時ぐらいに寝た記憶があるんですよ。だからおそらく撮ってなかったんだと思うんですよね。収録自体忘れてた、かもしれないです。だから、うん。素材がなくてちょっとびっくりしたんですけど、もしかしたら、ちょっと記憶に、撮ってたか記憶はないんですけど、撮ってなかった可能性がありますね。まあいいや。てか昨日なんか、Vlog、なんだっけ、ごますり機のやつとかあげたから、まあ別にいいかなと思うんですけど、まあしょうがないですね。特に何もなかったですよ、月曜日は。まあいいや、ちょっと切り替えて、これ開封します。10キロのダンベル。でちょっとね、どういうやつかって説明すると、ちょっとどうしようかな。これをどこにあげるかですよね。Vlog でいいかな。なんかメインにあげるほどでもないし、なんか、どうしようかな。なんか、どうなんだろう。ちょっと、ね、Vlog でいいかな。まあ、とりあえず、どうなのかとか紹介しますけど、これ10キロのダンベルです。ですね、10キロって言っても、こう、可変式の、なんて言うんだろうな。なんて説明すればいいんだろう。ちょっと箱が逆向きだった。これが本当に重くて持ってくるのも大変で、駐車場まで持って帰るのを、お店から駐車場に持ってくるのも大変で、そこから
ここに運び出るまでも大変だったんですけど、こんな感じのやつで、可変式になってるんですよね。どういうことかっていうと、ここに書いてあるように、こっちのがいいか。シャフトが1本。シャフトってこの軸ですね。で、2.5 キロのプレートが2枚。1.25 キロのプレートが4枚入ってます。で、これを、がね、まあ、プレートが6枚入ってるわけなんですよ。で、これの組み合わせによって重さを変えられるっていうことですね。で、その組み合わせはここに書いてあります。2.5 キロ、5キロ、7.5 キロ、10キロの、重さにね、変えられて、できるみたいです。で、まあ、トータルで10キロっていう表記になってます。はい。こんな感じですね。うん。重いっすね、これが。片手用っていうか、こう、あれですね。こう、両手で持ち上げるタイプじゃなくて、こう、なんていうんですか?こう、片手でやるやつですね。いやー、でか。はい、こんな感じですね。こう、プレート2枚と、この、押さえる金具と、シャフトが入ってますよ、ということですね。よっ。うん、10キロ。さあ、こんな感じです。あれ、ありましたね。ごめんなさい、これ。昨日あげた14と15だっけが多分あれで、この、エピソード213が終わったものだと思ってたら、これでしたね。ちょっと気をつけないとこれ、日にちでやった方がいいですね、これね。エピソード番号じゃなくて、この、フォルダーの振り分けを。ありました。編集します、ちょっと。もう4時半でちょっと間に合うかわかりませんけど、ちょっととりあえずこれ編集します。そうだ、最近始めた単発の Vlog にあげようかなと思います。このね、デイリー Vlog の他に、この前に多分2本上がってると思うんですけど、この前の前か。この前の前に、ゴマスリキの紹介とか、インコの、なんだあれとか、メインにも、DIY でもトラベルでもないようなジャンルのやつで、なんか、うん、需要がどうなのかなって言っちゃあれだけど、どこに上げればいいようなわかんないやつを単発で Vlog に上げることにしました。それを、もう一つのエピソードとして数えて、まあ、もしこのデイリー Vlog より、もしその短編のやつの方がね、需要あるようなやつがあるかもしれないですよ。そしたら再生回数も稼げて、まあ全体的にこう、視聴回数が上がったりとか、あともちろん、ナンバリング、エピソードのナンバリングも、稼げるんで、まあそれいいかなと思って始めてみたんですけど、そっちにあげようかな。うん。この他の3チャンネル、どの、ジャンルにも分類されなくて、まあこのデイリーの中に入れちゃうのもちょっともったいないなっていうものをちょっと単発で紹介しようかなと思いますね。とりあえずそれで撮っていこうかな。ぜひこの動画上がってる頃には上がってると思うので、ぜひ興味のある方ご覧ください。すごいパンパンになってんじゃん。うまそう、焼き芋じゃん。焼き芋食べます。それ用にコーヒーもやったんで。茨城県産焼き芋、これ家族がかなり美味しいってね言ってたので、ちょっとこれ食べてみたいと思います。ちょっと賞味期限切れてるんですけど、ちょっといただきます。あー、これは美味しい。すごい甘い。うん、めっちゃ美味しいです。柔らかくてすごい甘くてね、すごい。この皮もね柔らかくてすごい美味しいです、これ。いや、やっぱ冬は焼き芋っすね。めっちゃうまいっす。ちょっとさ、やっぱり、あ、そんなことないか。ちょっと薄めだったんだよな。いや、俺今日2杯しか入れてない、今は。じゃあ水の量はあれだと。いや違う、ちゃんと見てやった。今日2杯分作って、うん、だけどなんでだろう。そう、だから今、ね、残ってるのかなと思って見に来たんだけど。
ないよね。ちょっと待って。奥のその歯が見えんもん。大丈夫だね。うん。下開けると下落ちるけど。でも残ってなかったら、ああ大丈夫じゃん。うん。残ってはいない、ね。ここもあるんじゃなかったっけ？うん。残ってはないな。網粗挽きにしてあるんだ一応。粗挽きだと薄いんだって。じゃあ細挽きにする？細挽きにしてほしいんだけど俺。はい、あ、じゃあよろしく。